どうします、行ってみます。ちょっと変なオーラを感じる。昭和49年って書いてます。なんでもこの先になんかその、まあ、廃村らしい場所があるということで、なんか昔はこの辺にね炭鉱があったんですよ。宝山かな、なんかそういう施設があって、まあその当時の、休憩施設とか、まあ、残っているということで、ちょっとこれから行こうかなと思います。準備は大丈夫ですか？バッチリです。はい、じゃあちょっと行きましょうか。皆さんこんにちは。今回は鉱山の廃墟があるという情報を得たので向かいます。その鉱山は1830年代に発見されたが、1961年需要減少により閉山。その後管理人一人が居住していたが、1984年に管理人死去により住居施設も無人となったそうだ。なんかありてるですよね。ちょっと行きましょうか。うわー崩れてる。大丈夫ですか？どうしたんですか？トゲ。え、手袋差し取ってもですか？うん、今でも何かありました。樹林の向こうには亡くなった管理人の小屋なのか、建物を発見したのだった。ちょっと行ってみましょうか。いや、あ、でもめちゃめちゃ近いですね。多分これこうじゃないですか。ですね。あ、階段がある。どうしよう、行ってみます。言います。怖いでしょ。熊田は悟った。ちょっと変なオーラを感じる。物置小屋なのだろうか。しかし立ち入ってはいけないオーラを感じたため、先へ進むことにした。その後熊田は鉱山に通ずる車道を発見したのだった。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。マスクがありますね。でもなんか変な、奇妙な切れ方をしてますね。多分若者がもしかしたらここで来て、あ、なんか防空壕じゃないですけど、でこれ水溜めのやつなんですかね。なんかね、どういうやつなんですかね。何かと廃村みたいなところに来たら石垣がある、ね、
まあこれ旧道なんでしょうね、うん、上の方で。そうね、上もう本当通ってない。でもさっきタイヤの跡あったけど、ね、うん、ほんま地元の人だけなのかな、うん、やば。そこにあったのは59年前に閉山した鉱山施設であった。すでに原型をとどめてないことがわかる。昔の骨組みやね。でこれが鉱山というか。電線が来とったみたいね、あそこにあるから。かなり朽ちてますね、うん、あんまり近づくのは危険かもね。そうですね、これ、うん、上の方にもまだなんかいろいろ、まあ、こんな感じですかね、ここは、うん、これ、こっから見るとはっきり。そうね、何軒かあるんだね。ですね。やっぱ作業小屋。おお。まあ、ここが宿舎みたいな休憩小屋かな。ここが情報による管理人の居住スペースなのか、老朽化が激しく崩れるのも時間の問題だろう。これ玄関ですよね、うん、昔の作りだろうな。でも比較的新しい土間じゃないから、うん、ありますね。これは労働ホテル株式。そこにあったのは分厚い本だった。少なくともいつの時代のものか分かることができるかもしれない。常識か。労働大臣って昔ですよね、うん、昭和49年って書いてます。49年、50何年、47年か。その手続きとか、うん、参考の株式の会社の登記する勉強とかね。結構分厚い、うん、これ多分なんか置いてたんだろうね、うん、機材というか。だから昭和、まあ、49年さっきだったけどぐらいにはなくなっちゃったのかな。もう本当昭和初期とかやったらもうこんな肘が近くにあった、うん、うん、あ、モーターとか。だからこう管理してる人がいないからこういう状態になってるのかな。じゃあもう管理してないってことは、やっぱりその税金とか固定資産税とかも払ってないっていうか、そのどうしようもないっていうか。そうだから国とかがね、じゃあこれを壊しましょうっていうのができない。皆さんご視聴ありがとうございます。今回は鉱山とその周辺を散策いたしました。やはりどの場所も同様に
1960年代には閉山した鉱山がほとんどです。この時代に再び復活することはあるのだろうか。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。